皆さんこんにちは。日本で本格的な自動車製造が始まってからすでに110年もの歳月が経ち、これまで膨大な数の車が販売されてきました。その中には各ジャンルの始まりとなったモデルも存在しました。そこで今回は元祖といえる記念すべき昭和の車をご紹介します。1. プリンススカイラインスポーツ。日産の現行モデルの中で最も長い歴史を刻んでいるのがスカイラインです。初代は1957年にプリンス自動車の前身である富士精密工業から発売され、そこから系譜が途切れることなく65年も販売されてきました。1963年には2代目となるプリンススカイラインが登場しましたが、それよりも少し前の1962年に異色のスカイラインであり、日本初の本格スペシャリティーカーといえる2ドアクーペのスカイラインスポーツがデビュー。スカイラインスポーツは高級セダンであるプリンス初代グロリアの車種とパワートレインをベースに開発され、内外装のデザインはイタリアの工業デザイナーであるジョバンニ・ミケロッティに依頼されました。ミケロッティは国産車でヒノ・コンテッサなど数多くの名車を手掛けた著名なデザイナーです。そしてスカイラインスポーツで最も特徴的なのがフロントフェースで左右に吊り上がって配置された丸型4灯のヘッドライトは、当時の国産車ではありえないほど斬新な造形でした。この凝ったデザインを実現するにあたって、製造工程の大半は手作業のハンドメイドとされたことで、スカイラインスポーツの価格は当時の大卒初任給の100倍にも上り、まさに庶民には夢のような超高級スポーツカーでした。 2. トヨタクラウン8。いわゆる高級車と呼ばれる車は珍しくありませんが、その中でも頂点に君臨するのがショーファードリブンの車ではないでしょうか。ショーファードリブンとは文字通りお抱えの運転手が運転する車で、現在のトヨタセンチュリーやかつての日産プレジデントが国産モデルでは代表的な存在です。そして国産ショーファードリブンの元祖といえるのが、1964年に発売されたトヨタクラウン8で、主に法人の役員専用車やハイヤー向けに開発されました。クラウン8は2代目クラウンをベースとし、ホイールベースを全長を120ミリ、全幅を150ミリ拡大することによって、それまでの国産車にはない威風堂々とした外観と広い室内空間を実現。搭載されたエンジンは国内初の V 型8気筒で、 OHV の 2.6 リッターから最高出力115馬力を発揮。当時としては先進的な技術も導入され、軽量化と同時にスムーズな回転と高い静粛性を誇りました。その後1967年に登場した初代センチュリーにバトンタッチする形で生産を終了。生産台数は3834台と高額だったにもかかわらず、比較的多くかなり需要があったことがうかがえます。 3. スバル、スバル1000。近年スバルが提唱しているシンメトリカル AWD は、水平対向エンジンと 4WD を組み合わせたシステムですが、その基礎となったのが1966年に発売されたスバル1000です。スバル1000は当初4ドアセダンのみのボディで、後に2
2ドアセダンとライト版が加わりました。エンジンは同社初の1リッター水平対向4気筒 OHV で最高出力55馬力とスペック的には平凡でしたが、水平対向エンジンならではの低振動かつ低重心化が可能となり、さらに駆動方式は FF で日本初の FF 小型乗用車でもありました。そのためコンパクトなボディサイズながら FF の利点を生かし、クラスを超えた広い居住空間を実現しました。また4輪独立喧嘩の採用やフロントブレーキをホイール内ではなくエンジン側に配置したインボードブレーキとするなど先進的な技術が盛り込まれ、わずか695キロと軽量な車体と相まって優れた乗り心地と高い走行性能を実現していました。その後1996年にはスバル1000から派生した FF1 に移行し、さらに FF1 の後継車 FF1-1300G の版をベースに 4WD 車が試作され、現在まで続くシンメトリカル AWD の礎となりました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。